並走してますね、みーこは。あ、そうなんだ。あ、ごめん詐欺って NG ワードですごい詐欺っていうコメントが、詐欺って私なんかよくなんとか詐欺とか言われるから、詐欺って NG ワードにした。すごいわ、詐欺コメがすごい。なるほど。お年寄りから数千万詐欺して実刑して返金してない。そうなんだ、うん、なるほどね。かなりお金持ってたよバファリンさん。なんか現金わって30万ぐらいあったかな、財布の中から。さゆきちがすごかったよ。うん、あ、そうなんだ。ニュースになったの私何も知らないんだ。じゃあそうなんだね。へえ、それは配信デビューする前の話、昔の話ってこと？そうなんだ。まあ元カノ DV でボコボコは分かる、うん、そうだね。いや山野って言ってんだ山野って、アンチの人は山野って言ってるっぽいね、多分。そうなんだ。最初キラコメすごかったんで、うわあバファリンさんかっこいいみたいな。確かね、途中からえこの人やばくないってなってた気がする、うん、山野真也、うん、山野真也って265の文字で合ってる？山野真也、山野深夜、和也深夜、なんか知らん人のフェイスブック出てきたけど、あ、のびって字か、のびやのびるって字か。あ、出てきた差し金決済取引装う組織的詐欺の疑いで逮捕、山野真也容疑者28歳。だから12年前。へえ、投資会社国際リード投資を中心とする企画グループの詐欺事件に絡み、このグループから独立する形で発端したインタートラストでも差し金決済取引を装って高齢女性から現金を騙し取ったとして、組織犯罪処罰違反の疑いで医社を経営していた山野真也容疑者28歳を逮捕した。大阪市などに住む70代の女性に CFD を持ちかけ、約2500万預かったまま実態には投資に回さず騙し取った。へえ。山野真也逮捕。本当だ。そそうなんだ。でもその前科だったらふわっちって配信できるんだね。うん、いや知らなかったね。ただこう女絡みがちょっとあれなんかなって思ったぐらい。うん、あ前科は OK なんだ。イキリスト君は謎いね。イキリスト君ちょっと怪しいよね。スカウトやってるでしょ。マリオさんもなんかあったよね。マユとお久しぶり、純活の始めからマユとも一緒に、マユとはこの、ありがとう、おやすみ。ありがとうございます。前科持ち多いんだ、配信者って。あ、だから、こう、昼の仕事ができなくなって配信始めるのか。うん。なんか、イキリストってなんか不動産経営してるみたいなこと言ってなかったっけ？マリオ下着泥棒で逮捕。なんかそれもウケるよね。本当に下着泥棒なの？なんかそれなんか私急に来てたんだよ。なんかマリオさんがそう炎上してる時に前の下着を盗んだのはマリオみたいな。コメントで埋もれた時めっちゃ怖かった。え、どういうことなのマリオさん。埋もれた時、あれマリオだったよってずっと連投来た時。いやマリオさんじゃないでしょあれは。いやなんか前科あるみたいなことが明るみになって、うん、それはでも公表してないけど。ゼロワンは知ってるみたいな感じじゃなかった。私もそう思う。下着泥はネタだと思う。なんかそれだったらなんか別におもろいじゃん。なんかエンタメっぽいじゃん。うん、あの時だってマリオさんマネージャーじゃなかったもん。昔の話だからね。まあね、何の罪でもキモいよ。なんてさ配信者ってこんなになんか前科持ちとか現役とかそんなんばっかなんだろうね。やっぱそういう犯罪者の方が魅力的なんかな。でそういう人がこう支持されてんじゃん。多いよね。なんかあとさ鼻毛の坊ちゃんいたじゃん。鼻毛の坊ちゃんもさなんか夫婦だったじゃん。なんかよくゼロワンち私がゼロワンと一緒に住んでた時に、まあ、ちょいちょいその夫婦が来ててさまあ喋ったりしてすごいこういい人そうだなって思ってたけどしゃぶ漬け夫婦だったらしいね。鼻毛の坊ちゃんなんかそういう鼻毛の坊ちゃんが暴露してた。なんか嫁にしゃぶをなんかやらされててみたいなしゃぶ漬けでその奥さんがねで俺は盛られててみたいななんか実はなんかあったじゃん。鼻毛の坊ちゃんがさなんか体中がさなんかベッドに火が落ちちゃってそれで点火してなんか。すごいこう大怪我やった時もだから決まっちゃってたんでしょ。あの時は隠してたけど実はみたいななんか今になって鼻毛の坊ちゃんがそれ暴露してたね。うん、ねうん怖いね。そういうのばっかだよね。こんな人がみたいなさ普通の人だったからさ、普通の女性だったよ。浮気相手殴ったのは、まあだからいろんな説あるけど、まあでも実は私もそれ知ってた。鼻毛の坊ちゃんね、暴露したから言ってもいいかなと思って。私前科持ちだけど見た目そう見えないのとり怖い。76号さん何したの？私はないからね、前科ないね。まあちょっとおかんからお金盗んだぐらい、中学校の頃。うん、あ、01が総長だったの嘘だった。なんかそういう嘘つくやついるよね。交通事故でも前科つく。私はね、ないんだよな。悪いことしてない。でもなんか配信者のふわっちはみんな、なんかやっぱ悪いことしてる人が多いイメージだね。まあ、万引きはさ笑えないけど、まあ子供の頃やってたら、まあそういう時はまあ若い頃は、まあ、多めに見て、この年で現役でやってたらキモいよね。キモいな。ゼロワン年少知らない飲酒、私飲酒運転ってこと？私免許ないんだよ。だから特になんかないんだよね。あ、500ナイスありがとう。いや私もでもあるよ、中学校の頃万引き。なんかこう友達となんかそういうね、あ、ここでやらなかったら空気読めないみたいなさ、あるんじゃない？みんな若い頃みんなやってるしみたいな、みんなでみたいなさ、若気の至り。あ、ないんだ。まあそうだね。まあ本当にその時のだから空気のあれだね。別に手癖が悪いわけじゃないしさ。ね、10代の頃の万引きはまあ悪いことだけどさ、まあ、20代でやってたら本当にキモいね。いや怖いって。もう友達の弟プールに沈めた。いや子供って怖いよね、本当に。子供が一番怖いよね。うん、なんか残酷だし、何も思わなかったかな。なんかまあいじめられてる人子とかいて、なんかね、何も思わなかった。なんか私いじめられてたこともあったしな。いじめられたことがあって、男の子に。で成人式でそいつと久々に会ってさ「マキあん時ごめんな」みたいな。ごめんなみたいな。何こいつキモ。なんかその時の罪悪感を今になって、ごめんなっていうか、お前可愛くなったなみたいな。マジキモい。で好きだったとかのレベルじゃない、なんか花瓶置かれてたりとか、机の上に、あとなんか教科書ぐちゃぐちゃにされてたりとか、性教育のさ、裸の女の人いるじゃん。でそれになんか私の顔の写真をこう貼ったりとか、なんかもうあったな。まあでも別に今になったらどうでもいいんだけど笑うなよ。その時は傷ついてたけど、まあ、今になったらマジどうでもいい。ああ、私も便所飯したことある。いじめてたこともあるし、いじめられてたこともどっちもある。でも今は、まあでもいじめ、どっちもあるな。バファリンにいじめられてた。あれいじめとまでは思わないけど、やばかったね。私のいじめ興奮する。お前キモいんだよ、さっきから。お前キモいよ。その時は辛いけど、まあ過去だね、もう過去でしか。私のでもいいところが、忘れちゃう。ありがとうトラウくん、ありがとうモナリザふわちくん、ありがとうございます。3個ナイス。ありがとうございます。まあでも私やっぱ10代の時が一番辛かったな。10代の時が。それもあるよね。だから次いじめがあるとしたらママ友だよね。めんどくさそうで、やっぱみんなとこう仲良くしないといけないし、なんか大変そう、ママ友会もね。海外でいじめた側に関節つくよね、心の病気だから。なんかさ、あと学校になんかカウンセラーいて、心のカウンセラーみたいな、なんかあった時にみたいな。でなんか私それ相談したことがあって、なんかいじめられててみたいな。で翌日「てめえチクっただろ」みたいな言われて、余計にいじめが大きくなって、マジでふざけんなって思ったことある。あれちゃんとやるよな、カウンセラーとか言いやがって。あれ意味ないよね。あと親に言わないでねって言っても親に絶対言うしさ、あれ職業意味あんのかな。本当に資格持って資格取ってんのかな、ちゃんと。あ、トラックありがとう、ありがとうございます。資格なくてできんの、そんなこと簡単に。どうだ、でも昔だから、今はもうちょっとちゃんとしてんかな、わかんないけど。精神科医薬出すだけだったり、まあ、それあるね。私も新宿でなんか寝つき悪いなって思って眠剤もらって、もうそこがもう終わりだったね。まあこれ飲んだらもう寝ようかな。私今肝臓を強めてるから、あきこママに向けて、あきこママのななちゃんのお手伝いに向けて肝臓をちょっと強くしようかな。あ、今日ななちゃん休みじゃん。だからななちゃん今日は長時間付き合ってくれたんだ。今日はななちゃんお休みだ。ななちゃんに肝臓を捧げよう。そう、楽しみだよ私のとっても。だってさ、アルバイトじゃなかったらさ、もう 2,30 分とかで帰れってなるかもしんないじゃん。私シャンパン入れないしケチだから、もうお前そろそろ帰れって言われるから。アルバイトだったらね。あ、まゆね、ななちゃんドレス買うかな。私もドレス買うことにした。キャバドレス。うん、キャバドレス。あ、トランクありがとう4個。ナイス、ありがとう。ただいま10万でした。10万ポイントありがとう。だからさ、まあアルバイトでよかったね。ななちゃんが派手な紫にしてたから、私は何色がいいかな。何色がいいと思う？ありがとうどんぐり。うん、青、うん、黄色、水色。いや、赤ってどうなんだ。赤ってちょっと派手じゃない？主張激しくないか。ただ紫じゃなければっていう。黒エロくない？まあ紫以外で赤白はダメなんだ。赤白はダメなんだ。赤と白はダメなんだ。いや、なんか私いつものさ、一中裏のさ、腹出しのやつあるじゃん。あれでいこうかなって思ったけど、やっぱななちゃんの大イベントだからね、逆にみんなちゃんとしていくっていうのはかっこよくない？男も女も従業員が。うん、逆にね。うん、どんぐりありがとう。パニオアちゃんも多分ドレス着てくんじゃないかな。ななちゃん言ってた。そう。え、嘘。え、びっくり。誰？ありがとう。やばい、びっくりした。匿名さん、ファンタスティックナイス。バイ。ありがとうございます。ちょっと待って。チャリン、チャリンチャリンみたいな。チャリンチャリンみたいなないの。わあ、匿名さんびっくり。ありがとう。急に。びっくりしました。ありがとう。でかいですこれ。いいんですか？頑張りますね。Aちゃん頑張るね。イベントも狙ってます。ちょっと上位をありがとう。酔っ払ってイベントぶち壊さないようにね。シラフでいるのは無理だと思うよ。でもそこで私ちょっとうまく生きないとね。あ、この人ちょっとこの人ちょっとやばいな、あ、ちょっと私がやばくなったらもっとやばそうな人にこう隠れる、バレないようにする。私飲み要員で酔っ払わないでねって言われるのは無理だね。まあその時はちょっと多めに見てほしい。で何かあっても、じゃあ韓国で巻き上げるなんていうの、韓国でなんていうの、え、嘘でしょ。えちょっと待って、びっくりした。手上げ祭り、びっくりした。Aちゃん、パンタ2個いただきました。あ、違う、これじゃない。ありがとう、Aちゃん、ありがとう。びっくりですね。ありがとうございます。じゃあこんなね、深夜にもらえるなんて綺麗な花火だぜ。ありがとうね、ちゃん。びっくりした。倍出なくってごめん。倍出なくってはい、ありがとう、ありがとうございます。これさ、なんかチャリンみたいなのないの？あ、これか。うん。ありがとう。今日眉が歯磨いてると山田に歯が飛んで。臭いから意味ない言われてた。なんか多分あいつはなんかそれで盛り上がると思ってんだよ。で、私もアンチが多いから、うん、そう。でも何がしたいのか分かんない。あいつ私の T シャツを着たりね、くだらないです。